はい、どうも、しこです。あのね、今回は何をしていこうというとですね、まあ、TikTok からね、せっかく YouTube の URL 貼ったということでね、まあ、結構ね、TikTok のコメント欄では書かれとったんですよ。その、なんかメイク方法を知りたいですみたいなのもね、結構書かれててですね。まあ、その、すっぴんを見せるのは、まあ、不本意ではありますが、ついにお前もそこに手を出したかっていうことでですね、毎日メイクのね、紹介をね、やっていきたいなと思います。やってるのはカラコンだけです。ちなみにね、このカラコンはね、あれです。キャンディーマジックのブラックですね。これね、多分めちゃくちゃ大きいんですよ。これもう自分もね、全然入りきらないっていうか、多分収まりきれてないっていうか、黒目の幅がね、すごいでかいんですけど、自分が結構目指すメイクってね、アニメに出てくるようなね、顔をちょっと意識していつもメイクしてるので、まあこれぐらいのね、ほんまになんか芸術離れした黒目の方がいいかなと思ってキャンディーマジック使ってます。ちょっとまあ一回ね、メイクする前にまあ酒飲んでいきましょう。これ昨日寝酒した時の途中なんですけど、これも飲んでいきます。もう炭酸が抜けてね、もうアルコールの味しかないっすわ。早速やっていきましょう。これです。うわ、なんかほんまに美容系 YouTuber みたいになってきた。よっしゃー、アルチュー YouTuber が美容系 YouTuber になれるかもしれない。ちなみに使ってるのがこれです。あ、これ知らなあかん。これ忘れてた、一瞬。ディオールのこちらでーす。やだよー、美容系 YouTuber やってるよ。送りました。アルコールの紹介、こちら。こちら、ストロングゼロの無糖ドライですね、これ。9% でね、とてもマジで決まるので、おぬぬめです。マジで今回、女性層を狙ったね、あれですから、動画ですから。これをね、ここ、顎のこことここですね。私はね、ちょっと、口周りのね、ニキビがもうすごいえげついのでね、こういう感じでね、塗っていくという、トン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 ですね、近くまで。ほら、ここもなんか結構ね、多分酒飲むからなんですよね、これの全ては。酒飲むからちょっと胃の調子がね、悪くなって、ちょっとこの、わかります？鼻筋もね、心なしか入れときますね。結構デコの上にもね、ニキビあるんですけど、まあ、前髪で隠れるかなっていう甘い魂胆でね、デコはやらないようにしておきます。お次はこちらでございます。これをね、まあこうやってめちゃくちゃ塗りすぎない方がいいかもしれないです。なんかちょっと粉っぽくなってしまうので。お次はですね、ローズアイス、これはね、よく見るやつですね。女子高生がこぞってやってるやつですね。ちょっと待って、一回アルコール挟んでいいですか。まあこれをね、一番あれですね、濃い色です。まあ、眉毛がここかなみたいな、ね、あれなんですよ。自分ね、ここで言うのもあれなんですけど、この眉毛ね、半分ね、小学5年生ぐらいの時にね、間違って剃っちゃったっていうかね、好奇心でね、なんかちょっと眉毛剃ろうと思ってね、剃ってたんですよ。じゃあなんか間違ってね、この半分を剃ってしまってですね、そっからなんか一生生えてこないんですけど、これどういうこと。そんなしょうもない話はどうでもええとして、こちらものね、何もないですからね、今の私に。眉毛をですね、まあ、このようにね、この中央の半分までかけたらね、まあ、細かいところはこれでいきますよ、この。これどうやったら見やすいんですかね。ちょっと私、美容系 YouTuber とかちょっと、あんま目指そうと思ったことがないですので。なんか眉毛なんてね、まあ、どうせね、前髪で隠れるんでね、マジでいつも適当なんですけど、叩かないでください。こういった感じ。これでまあ眉毛ね、まあ、真っ直ぐなんか綺麗なんかは定かではないですが、まあ、こいつ眉毛があるなという風になったらもういいです。素材したらね、次はね、ここですね、鼻あれですね、眉毛塗ったやつとね、同じやつでね、適当に引いていきますよ。めちゃくちゃ適当ですね。これはね、まっすぐ引いていきましょう。こういう感じでね、これ下までね、しっかり引きますよ。もうサイボーグみたいなね、誰でしたっけ、あれ思いつかん、なんか鼻筋えぐい人ってやん。デーモン閣下みたいにね、がっつり引いていきますよ。この下までね、ここの下までがっつり引くんですよ。こうですね。まあ、あんまりね、形は気にしない。まあ、こいつ鼻があるなと思えばね、それはでいいです。まあ、適当にぼかしていくだけですよ。こういう感じでね。はい。メイク商品をやろうとは思わないぐらいのアングルですね。ゴミアングルなのですが。で、次使うのがでございますね。こちら。これをちょっとほんまにマジでキラキラしたいなって思う人、おすすめかなと思います。まあ、職場とかでやったらキラキラすぎてやばいかもしれない。これはまあここ中央とちょっとここも全部ですね。自分は鼻さえねこう高くしておけばちょっとアニメ感は出るかなと思いますので、まあ、こんぐらいですね。
鼻の主張強め、こういう感じ。あとまあね、この鼻のハイライトやった後と同じに、なんかもうほんまにちょっとパーっとって、適当にね、適当にこういきましょう。わかりますかね、こうなんかここをやっといたら、まあ、キラキラになるかなっていうね、謎の。あ、私本当にねメイクが雑すぎるのでね、参考になるかどうかがわかんないんですけれども、ブラシとかはね、あんまり使わないです。付属のやつじゃないと。もう基本ね、この、一本の指でやっておりますから。で、次、アイシャドウに入るのですが、使うのはこれです。ディオールの、これはね、あれなんですよ。バイトでね、一瞬だけちょっと、メイドカフェで働いてたんですけど、その時にね、ちょっと大好きなね、女の子からね、いただいたものということでね、これ、使わせていただいております。使うところはね、この真ん中、なんかこう、ピーって腕で取ります。で、この上のやつをピーって適当に腕で取ります。あとはもうこう、グラデーションとかね、関係なしですよ。こう行くだけですね。あれっすよ。目の周りがね、赤きゃええんで。で、まあこれ、まあ周りが赤くなったなぁ思えば、下のカラーをこうやって塗って、なんかここはまあ塗るだけっすね。感覚がバグってるからなのかもしれないですけど、これ結構控えめキラキラと思うんですけどね。まあ、どこが変わってんと思うアイシャドウをした後ですね、まつげをね、やっていきたいと思うんですけれども、かなり私、まつげがね、ないに等しいんでね、まあ、ほんまに気持ちばかしやっていきますよ。これ、今使ってるの RMK のやつなんですけど、これをね、ドライヤーでですね、瞬間的にちょっとここ熱くさせて炙ってですね、これでこう上げたいなと思います。熱くしまして、こう根元からね、根元からしっかりです。しっかりここまで根元からこうないまつげをですね、頑張ってあげるんですわ。こういう感じですね。上から数量しかないまつげ上げれたら、今度はこれですね。すっごい汚いんですけど、死ぬほどお前どないしてっていうこと汚いんですけど、これ使います。マジで塗りたくる。量、まつげの量多い人はそこまで塗らなくてもういいかもしれないです。動画ではまつげ上げてないことも多いんですけど、まつげに一番ちょっと時間をかけていてですね、こういう感じでですね、死ぬほど塗ります、まつげを。こういう感じ。このね、白いのはね、結構後でマスカラが取れるんでね、もう満体です。で、次マスカラを塗っていくわけですが、こちら HEL ラッシュクイーン、これをね、さっきのね、白いこの上からね、塗っていきたいと思います。なんかギザギザギザって言ってね、こういう感じでまつげがね、つきましたと。まつげがね、出来上がりましたらですね、デジャビューのね、ブラックのね、アイライナー使っております。こちらでね、描いていくと。やっぱね、描いていくラインっていうのは、まあ、一旦ここパー行って、で、ここをパー行くんですけれども、まあ、ちょっと近めに見た方がね、わかりやすいかもしれないので、ここではわかりますかね。こういう感じで、ここですね、ここを、このめちゃくちゃ口開いてて臭い。粘膜いって、でここまで行きました。でこっから下をね、こういう感じ、こう流れるように垂れ目で描く、こんな感じ。ちょっとだからなんて言うんでしょうね、細め長めですかね。こういう感じでね、アイラインも出来上がりましたと。でそこで、ね、この有名なやつなんですけど、ちょ、言うの忘れるわ。ケイトのね、これでね、ここをね、適当ですよ。もうここ適当にね、ここをこう、二重幅ね。で、ここをですね、こう塗っていくんですよ。下のラインもね。で、そこまで行きましたら、まあ、一回酒を飲んで。皆さんね、酒飲む工程を忘れないでください。酒飲む工程も大事ですから、この技術、技術。酒飲んで手のね、震えを抑えるんですよ。こう、手震えながらね、こう、アイライン描いてもね、プルプルプルってなるじゃないですか。で、綺麗なね、こういう決まったね、アイシャドウを描くにはね、これ、おすすめです。クリオプロアイライン、一番黒いところを使ってですね。黒いところを使って、もう、ここをこうですね。ほいで、これです。めちゃくちゃなんですけど、これをね、ほんまに、涙袋の下の生え際のちょっとだけですね、ほんまに。こう、こう、ほんまに、こう、ちょっと、三河健一みたいな感じにして、三河健一の顔で、こうですね。こう神経使ってね、ここら辺に、ほら、こういう感じで、ほんまちょびっとだけ塗ってぼかしていく。
どうですか、こういう感じ。なんかあんまりね、違いが分かんないと思うんですけど、こう後ろにいた時にね、ちょっと違いが出るかなと思いね、あのほんまに気持ち程度でやってるぐらいですね。うん、なんかちょっとね、近くで見たらお見苦しいかもしれないですね。お食事する方申し訳ないですが、さっきのね、このダブルライナーでね、これをね、ここをこうバシャッて、適当にシャッて、ここをすね、あの濃いところでね、これもまあこうシャッと塗って、まずね、上にね、こちら乗せます。ディオールのまあ、あの塗ると、うん、こういう感じです。ちょっとなんかトゥルトゥルになるじゃないですか。トゥルトゥルになるんですよ。ここ適当にね、塗っていっちゃってと。で、これ塗ります。これこう下塗るじゃないですか。下塗ったら、ま、パッ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 、こっからどんどん入れていって、明かしていくみたいな感じですね。まああとあれですね、心なしかね、赤が足りないなと思ったら、これただ 3CE の本当に適当に赤いが足りへんなって思ったところに塗るだけ。めちゃくちゃなんかおっさんの目に産毛入ってるんですけど、これ多分火からだったら気づかないですよねいいやと思ってあ、これでねメイクは完成いたしましたよ。ちょっとね、あの髪の毛がね、なんでしょう、もうボッサボサなんですけど、前髪とかもね。髪の毛はね、また別のね、動画また上げたいと思います。皆さんどうでしょう。あんまりちょっとね、底辺 YouTuber なので設備が整ってなくてですね、あんまり見えない方すいませんでした。はい、またね、あのニートのね、まあ、一メイク動画、はい、よろしくお願いします。